YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。竹岡慶でございます。どうですか、この色綺麗ですよね。これライムイエローメタリックっていう名前なんですけど、ちょっとね、黄緑がかったイエローメタって言えばいいかな。やっぱこういった車が街中にあふれると華やかになっていいですよね。で、華やかなこの車ですけれども、フォルクスワーゲンゴルフのTDI、ディーゼルエンジンモデルになります。だからまあモデルとしてすごい華やかかっていうと、まあベーシックな車なんですけれども、だからこそ街にいっぱい走ってるんでね、こういったこう華やかな色合いが私はいいんじゃないかなというふうに思っております。で、まあディーゼルエンジンモデルなので、どっか違いあるかなと思うと、ここにR ラインの R が入っております。というのはですね、 TDI ってベーシックなモデルと R ラインがあるんですけれども、こちらはあの、はい、上の R ラインモデルなんですよね。なのでここに R の文字が入っております。ゴルフ R ではない、はい、TDI の R ラインですからね。同じ R でもそこ違うっていうのをね、ちょっと、間違えないようにしてくださいね。まあ、ちょっと見た目がアルトルと R ラインはもちろん違うのでお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、この R ラインの一番のポイントはタイヤですね。こちらは225/40/18、18インチ履いてます。ノーマルこれ17です、ディーゼルはね、なんですけれども、これ18を履いているっていうのがポイントになります。一応ですね、どうしようかな、一応ボディサイズとか言っとくね。これ全長が4295、全幅が1790、全高が1475で合ってる一応確認しましたけど合ってましたよ。はい、なんですが、まあ C セグメントのねモデルっていうのはもうね、ゴルフの説明散々したよね、他のでね。はい、KTube にはたくさんですね、ゴルフ8の説明あります。そして、ゴルフの GTI も別で上げてますんでね、注目したい、ご覧になりたいという方はそちらをご覧いただくなんて割愛していいね、宣伝じゃないね、他の見ていただこうかなと思っております。ですので、まあディーゼルモデルの細かいこのスペックだったりデザインだったりは、今回はちょっと省かせていただきまして、ディーゼルエンジンモデルならではのところをね、ちょっとご紹介していきましょうかね。インテリアなんかはね、また GTI とも違いますし、普通のものとも違うんで、ちょっと中からいきますか。はい、ではですね、インテリアご紹介していきたいと思うんですけれども、これ R ラインだけあって、なんかちょっとシックな感じにまとまってますよね。こういったね、はい、チェックの感じ、グレーのモケットの感じ、ここに R っていう刺繍が入ったりなんかしちゃったりして、スポーティーな中にもすごくエレガントにまとまってるなっていうのがこの R ラインと言っていいんじゃないかなと思います。まあディーゼルエンジンモデルってね、すごくベーシックな、グレードになりますけれども、それを R ライン選ぶことによってね、ちょっとこう上質感がぐっと高まってきますね。で、これは実はね、パッケージオプションもいろいろついてるので、またね華やかに仕上がってるっていうのもありますけれども、なんかねこういったところも色もね、いろいろこれ選べるじゃないですか、アンビエントライトとか、まあ、そういったところで、ボディカラーのね、イエローに合わせてこんなとこもイエローを選ぶなんていうね、そんな楽しみ方までできるようになっちゃってますよ。だからこういうところもね、ほら押すとつくの、押すとつくのっていうね、タッチセンサーで、今回のね、ゴルフちゃんは昔は上級グレードにしかねついてなかった装備が、結構ベースグレードまで全部ねついて、こういった、ちょっとつけてみる、はい、こういったねディスプレイのメーターにも全部なってますし、そういったね満足度っていうのは非常にね高いっていう風に思います。やっぱり毎日乗る車だからこそ質感っていうのは大事ですからね。はい、でもまあ基本はゴルフしつこい、他の回で紹介してるから割愛。はい、というわけでエンジン見ましょう。ではこちらエンジンルームでございます。はい、ディーゼルエンジン、あ、ここにちょっと模様がついておしゃれさんな感じですけど、これね実は最新のエンジンなんです。今ねフォルクスワーゲンの中で最先端のエンジンって言ってもいいかもしれないですね。で、パワー的には150馬力の、トルクが360ニュートンメーターということで、パワーに対してトルク大きいな、はい、これディーゼルエンジンの特徴ですね。今回ね、先代よりもさらに低い回転域からトルク出るようになってます。まあ、1500、600回転ぐらいからね、もう最高最大トルクかに達しちゃうぐらいになってきちゃって、1600だったかなになってきてるので、すごく低回転域から
力、グイってこうグイっていうトルクの力が出せるっていうのが、まあディーゼルエンジンの特徴ですよね。で、じゃあ他にどこが新しくなったかって言いますと、より環境への負荷が減っております。で、もともとディーゼルエンジンってガソリンエンジンに比べると CO2 二酸化炭素のね排出量が少ないから環境に優しいですよって言われてるじゃないですか。でもね、もう一つノックス、これをなんとかしなきゃいけないんですよね。で、このノックスなんとかするにはですね、 SCR っていうその、まあ、機械を使って、あと尿素を使ってね、アドブル、これで分解して出さないようにしてるんです、外にね。で、今まではこの SCR1 箇所にしかなかったんですけど、今回2箇所つきました、上流部分と下流部分っていうね、2つついたんです。なぜ2つつけたかっていうと、温度帯ね、上流部分はまあ大体220度から350度ぐらいのところ対応するんですけど、だんだんエンジン走ってるうちに熱くなっちゃうでしょ、そうすると、そこだと分解がなかなか効率悪くなっちゃうんで、もう少し温度が低く保てる部分、110度ぐらい低いんだけど、そこの部分にもう一つ SCR をつけて、2つでですね、ノックスをなるべく外へ出さないようにしてるっていうのが今回のポイントなんですよね。でもそうなると、あれ2つついてたら尿素アドブル倍使うってね、心配になっちゃう方もいらっしゃるかもしれませんが、ここは2つがね、ちゃんとね交代でやってますので、倍使うってことはありません。なのでランニングコストは上がるってことはないので、そこはご心配なくです。では走ってみましょうかね。さあ、あ、そんなやっぱディーゼルのも嫌な音って入ってこないね。最新のディーゼルはとても静か。これ言われないと分かんないんじゃないかな、もしかしたら。じゃあ行きますか。まあちょっとね、すごいちゃんとさ、意識すればディーゼルだよ、もちろん。でもそんなに嫌な感じは全然ない。あ、こうやって聞くとやっぱそうだね。さあ行きましょう。でも今ね、アイドリングストップも静かでしたね、再始動するときね。で、これもね、モードがありまして、じゃあまずコンフォート、エコ、コンフォート、スポーツ、カスタムってあるんですけど、ああでもこうやって走っていくと、まあ、うるさくないけどやっぱディーゼルだった。でもね、いわゆるガソリンのねエンジンのゴルフは今回1リッターと 1.5 リッターとあるじゃないですか。で、1リッターと 1.5 リッターだと後ろ足が違うんですよね、形式が。1リッタートーションビーム、1.5 リッターマルチリンクなんですけど、今回はこの TDI は1つのエンジン、2リッターターボエンジンなので、後ろがねマルチリンクなのよ。あ、だからすごいね、なんだろう、カジュアルなゴルフの感じがする、今このコンフォートモードだと。あの昔ながらのゴルフってこれだよねみたいな、カジュアルなんだけどすごいよくちゃんと走るよねみたいな、そういう感じ。ちょっと最近のねゴルフってともすれば上質な感じするじゃない、すごく。だけどこれはでもちゃんと足ちゃんとしてる。じゃあちょっとストップスポーズにしよう。あ、だいぶ性格変わるんだな。これだとね、ヨーロッパではディーゼルはスポーティーグレードなんですよって言われる味がちょっと出てきた。あ、このねモード切り替えはだいぶ性格変わりますね。足回りはね、まあ、これねちょっと R ラインだからタイヤの扁平率もあれなんで、ちょっとこんだけ路面悪いと若干固めかな、全体的に。やっぱディーゼルエンジンも重たいですね、ガソリンエンジンと比べると。でもやっぱトルクあるからね、こういう上りとか楽ね。しかも本
っとだってまだね、まだ2000回で超えてないのよだから静かだし、でもトルクあるし、結果燃費いいよね、回転上がんないから。あー、でハンドリングはやっぱゴルフだし、これはこれで楽しい。やっぱこういうね、今みたいなこうくねくね道だとスポーツモードがまさに鬼。いやもうほんとね、ちょっと足乗せてるだけで登ってっからね、前に前に、ほら上に上にというか、ああこれはいいですわ。これね、 R ラインじゃない方が乗り心地は絶対いいな。バランスもいいかもしれないな。ちょっとね、やっぱね、タイヤのゴツゴツ感がこの路面だと感じちゃうかな。でもなんかね、なんかカジュアルな楽しさがすごくあるこの TDI。 でもね、なんだろう、上質感もさりげなくあるんだよな絶妙。安っぽくないのよ、要は分かりやすい平たい言葉で言っちゃうと安っぽくないディーゼルなのよ。いや今回ね、静粛性高くなったっていうのはお話には聞いてたんですけど、いやほんと静かね、ちょびっくりしちゃうぐらい静粛性高いんですよ。だそういう意味でのすごい上質なディーゼルなの。でその静粛性を高めるためには、まあ、いろんなことをやっているんですけれども、これはで燃費効率も上がってるしね。なんかあの EGR を冷やすためのラジエーターを大きくしましたとかね、なんか細かいところまで手を入れていて、なんかねすごくね、あの実は複雑な機構を使っている最先端のディーゼルエンジンなんですって。だからでしょうね、いわゆるあのディーゼルのなんか安っぽいガサツ感全然ないもん。だから R ラインじゃないディーゼルあたりがかなりいいかもな。私もともとね、今回のゴルフって8世代目のゴルフね、1リッターのエンジンもすごい元気よくていいんですけど、足回りはやっぱね確実に 1.5 のマルチリンクの方がいいと思うの、後ろね。だからちょうどこれの R ラインじゃないやつがベストマッチな気がする、 TDI の。あと GTI ね、今んとこそれかな。まあゴルフ R 出てきたらね、またうーって言うかもしれないけど、今のところ GTI がまあ第1位は当たり前なんだけど、第2位がこの TDI の R ラインじゃないやつだな、うん、やっぱでもゴルフっていいな。なんかすごいベーシックなんだけど乗ってて楽しいんですよ、飽きないんですよ。なんか乗るたびにいいとこが見つかるんですよ。乗れば乗るほどなんかこう好きになってく、スルメみたいな、噛めば噛むほど味が出てくる、そういう車なんですよ。だからやっぱりね、世界中で愛されるんでしょうね。それがね、ちゃんと乗って伝わってくるのがね、うん、ほんとすごいところなんですよね。だからみんなが目指すわけです。でやっぱりね、こんな、なんだろうな、あのポロができてからちょっとゴルフ上級になっちゃったんじゃないっていう声も聞こえますけど、まあオプションっていうか、他の車だとオプションのところのやつが結構最初からついてたりするんですよね。で結局みんなが選ぶオプションってあるじゃないですか。それってやっぱ最初からつけてくれてる方がさ、でなんならレスオプションって言ってね、そこいらないですっていうにしてくれた方がさ、親切かなとは思うんだよね。ちょっと見かけパッと金額聞くと高く聞こえちゃうけどね。でもあんまりその質感がない車って乗っててやっぱ毎日さ寂しい気持ちになっちゃうからさ、これはだからちょうどいいとこついてんじゃないかな。うん、普通に楽しめますよ。はい、なんかね燃費もいいことですし、
でコロナが落ち着いたらね、ちょっとロングドライブでも出かけたいな。ちょっとこれでなんか日本一周とか行きたい気持ちになってきました。それぐらいなんかね、疲れ知らずで楽しめる、長い時間乗っても自分の空間を愛せる、そんな車と言ってもいいと思います。というわけで今日のドライブはいかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にドライブしましょうね。またねー。